斉藤宇一郎斉藤宇一郎大正15年5月10日は日本の衆議院議員農業指導者三男の建造は TDK の創業者では国有利郡平沢町に斉藤茂助の長男として生まれる生家は旗本二カ星の家老閣の家柄であった1890年帝国大学農家大学を卒業し一年次願兵として この F 表第4連隊に入隊した。1892年12月20日、予備役陸軍将尉に任せられ、翌年に交尾役となった。日清戦争が起きると招集され、会場まで従軍し、中尉に昇進した。1896年より、農商務省に勤務し、翌年に林務官となるが、1898年に伊岸面本官。 1899年、父茂助の死で帰郷翌年、平沢町農会長、平沢郵便局長に就任した。帰郷後、農村改良に尽力し、還元箱自給肥料、暗居排水などを導入することで生産性を高めることに成功した。1902年、陸軍隊員に昇進し、郵便局長を辞任。同年の、 第7回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、8回連続当選を重ね、1924年まで在職した。その間、秋田県農会副会長、横総鉄道株式会社社長などを歴任した。議員引退後は、平沢町長を務めた。1902年8月10日の第7回総選挙で、秋田県軍部区から立候補して初当選を果たし、 1920年5月10日の第14回総選挙まで連続8回当選した。宇一郎のゆかりの品などは現在、ニカホ市ニカホ近道青少年ホームに展示されている。ありがとうございます。